ああ、俺犯人分かっちまったよ。どう？お前らはそういうことするやつだと思ったよ。はあ、お前ら、はあ、俺らっすよ。俺じゃなくて、なんか言うことはねえのか？やったんだろう、お前らが。お前らなんだね。俺らなんだ。俺らなんだ。一人じゃないんだ、うん。そういうお前はどうなんだ。俺らが言うかの。言うタイミング測ってこちらのゲームはですね、アナログゲームなんだけど、はい、そういうお前はどうなんだっていうタイトルのゲームなんだよ。変わってる。うん、まあ殺人事件が恥ずかしい。まあそういうね殺人事件が設定的に行われるんですよ。はい、で我々は館に訪れた、うん、まあ主人とその3人の客人。はい、うん。まあそこで殺人事件が起きてしまって、うん、俺らって推理能力とかそういうのはないらしいの。だけど他の人に押し付ける力、うん、そういうトークはすごい得意らしい。だから、そう迷惑なやつ。だからとにかく犯人を押し付けるゲームです。はいはい。やっていこう。犯人じゃなくてもいいんだよね。うん。口はうまいだろ。まあそう、口だけでやってきてるから。そういうお前はどうなんだ。誰に言ってる。じゃあちょっとストーリー話しますよ。はいはい。もうなりきって。なりきる、なりきる、キャラ下ろせばいいのね。下ろす、ああ得意だな。下ろすの得意だからね。今日はちょっと苦手ですわ。ある洋館でパーティーが開かれた。その翌日、凄惨な殺人事件が起こってしまった。うん、まだ普通だな。そう。死んでるけど。犯人は館で一夜を過ごした者たちの中にいる。え？気がする。気がする。しかし皆、妄想力と言い訳だけが達者で推理能力はゼロ。もちろん犯人が誰かわからない。重要なのは犯人を見つけることではない。被害を膨らませ犯人はこいつだと決めつけることだ。始まってる妄想が。幸い近くに住む刑事も流されやすい性格の上小学生ポンコツだ。刑事が来る前に容疑者の中で最も怪しいものを口八丁で吊るし上げ警察に突き出そうということですね。こういう、まあ、事件設定はそういうことだな。わかりました。お前か牛。お、俺です。早い。終わりました。お前が終わりに投げた。エンディングカードと。エンディングカード。じゃあ、俺のキャラクターを公開しますよ。はい。設定があなたのキャラクターは何？私は50歳男性の企業の社長でございます。おー、怪しいね。怪しくないですよ。怪しい。いい年の取り方してんのよ。いそうだね。そして俺のキャラクター設定は伝説の兵士でございます。強っ。確定じゃん。引退した元傭兵。危険人物じゃん。科目で筋肉質、ね、過去多くの勲章も与えられている。人生濃すぎるだろこいつ。で口癖は殺気を感じるっていうことだね。まあ社長だしね。うん、狙われてんだろうな。なんか殺気感じるな。さっきかな。殺気感じるな。殺気。あれ。じゃあ次ウッシーキャラクターをお願いします。犯人ね。うん、犯人か。犯人です。お、主人じゃん。あ、主人は絶対いるのよ。館の主人。うん。へえ、持ち主だ。館の。ほんで、設定が、金の亡者。うわ、超それっぽいじゃん。それっぽいね。そうね。主人で金の亡者、口癖か。はぁ、もう。最高じゃん。完全にやってるでしょ。やってますね、これはもう。怪しい。やってはないのよ、キャラは立ってるけど。今んとこ。だって主人だからね。怪しいな、怪しいよ。自分の家で人殺したくないでしょ。まあ、まあ、そう。自分の家だからね。うん、だやりたい放題ですからね。じゃあ、キヨさん、お願いしますよ。お願いします。キャラクターか。どんな犯人だ？館の料理長。おっさんばっかりだな。おっさんばっかりだな。おっさんですか？カレー臭すごそう。甘えん坊。この感じで。この感じで甘えん坊だから。かわいい、かわいい。ね？何々っていうのが口癖です、ね。右隣のキャラクターにねって言うんだね。そうだね。かわいい。かわいい。甘えん坊の料理長。できないよ。じゃあ右殺人なんて。殺人できなそう。できない。じゃあ私の設定はこちらと。おお、おっさん以外が出たね。近くに住む老婆80歳。できないで、高えな。老婆ですね。老婆でミステリーオタク。私の推理によると。ああ、キャラ立ってる、キャラ立ってる。
名探偵ババアいいな。を収集してるってかっこいい。未解決事件の切り抜きとかを持ってんだ。推理力ないけどね。で俺たちは今今回はこのキャラクターになりきるってことだね。はい、ロールプレイお願いします。犯人がいるわけだもんね。はい、年齢高えなマジで。俺80歳からね。ローバー。ローバーのことローバーってあんま呼ばない。甘えん坊だからさ。甘えん坊だから甘えてんだな。おめえらには違えけど。うわ、怖え。はい、まず事件の被害者ですね。うん、はい、誰？芸術家。40歳の女性が生産にも ここで殺されてしまった。あら、あら、なるほどね。そして今回の事件はどんな事件だったんだい？裸の散歩者殺人事件。なんだそれ。ガシャン。ガシャンだね。そうなの。裸の散歩者殺人事件。寄せてきた。寄せてきたな。ドロルルルルン。いい。進めろ。パーティーの翌日、被害者が、うん、館裏手の崖下で死体で発見された、はいはいはい、館というわけじゃないんだ。館の裏、裏の崖下。そんなとこ誰が知ってんの。崖までは少し距離があり、誤って落ちたとは考えにくい、はい、何より謎なのは被害者が服を着ていないということだ。裸、裸で散歩してた。裸の芸術家が40歳の裸で歩いてるはずがないからね。これは確実に事件ですよ。これは自殺だな。確かに決まったな。これはもうダメだね。押し付け合わなきゃダメ。間違いない。裸で？そう。裸で？裸で自殺をした。ああ、なるほど。全てを投げ捨てたってことだね。そうだよ。これにて解決。犯人なんていないよ。いないって、ね、みんなちゃんといい人だもんだと思って、うんね、そうだよ。いいやつだ。昨日いいやつだよ。いいやつだよ。もうじゃん、もうじゃん。嫌なこと書いたよお前のやつには。いいやつだだぜ、うん。じゃあ、それぞれ暴露カード4枚持ってるので、はい、2枚は自分のものです、はいはい、でその2枚を左右の人に押し付け合います。だから、はい、これはっていう暴露を左右の人に押し付けた方がいいわけだね。はい、じゃああなたにこれをやってやるよ。お、はい、よし。これね、これね、これね、これもいただきました。それをそれぞれ自分の手札ですけど見ちゃいけない。見ちゃいけない。見ちゃいけない。で混ぜて、はい、シャッフル、シャッフルして自分の前に置きます。はい。いやー、芸術家がまさか。裸で崖の下から見つかってしまった。しまうとはな。殺気を感じてたんだ俺は。呪いだよ。ね、言ってる口癖。ね、ロバー呪いだよね。ね、これ自殺だろか。女の自殺だろ。そっちに持ってくの怪しいな。なんか金の亡者。なんか殺気を感じるんだよな、金の亡者がよ。お前らのこと疑いたくねえよ。あんたが一番怪しいね。お前から殺気を感じるぜ。ロバまでそういうのか。だがそういうお前はどうなんだ、レトルト社長。お、え、きたー。どれですか。社長ならなんかやっぱ敵も多いだろう。一枚。そんなことない。何を言うの。殺す理由があったんじゃないのか。あったと思う。お前から殺気を感じるぞ、まあ、俺は。え、なんだと。これはなんだ。じゃあえ見せて。でここで暴露カードを見せるわけだ。あ、なんだこのハンマー。え、え、こんな顔があるじゃないか。ハンマーが見つかった。しかも血を拭った跡がある。跡がある。これはどういうこと。完全に決定じゃん。もう殴ってから崖から。そういうことだね。ああ、そういうことだ。で服も脱がせれるわけだ。そう、暇だ。ああ、なるほどね。なるほど。あ、そうです。決定。殺気を感じるな。これはもう警察呼ぼう。これ呼んでいいと思う。でも血拭った跡があるんだもん。ちょっと待ってくれよ。隠そうとしたんでしょ。隠そうとしてる。俺の言い訳を聞いてくれ。なんだと。なんだい。これは黙って聞いてくれ。これをどういう訳すんだよ。黙って、うん、聞けねえな。おい、ルールだ。聞けねえ相談だぜ。聞けねえ、聞けねえ。まずだって犯人なんだもん。部屋からハンマーが見つかった。うん。そして血が拭った跡があると、はい、うん。そもそも今回の事件は裸で崖から落ちたことが死因だ、うんうん、でも分からなくなって落とす、うん、その時点でハンマーが凶器というわけではない。まず、うん、第一に崖から落として受けた傷か、ハンマーの傷か分からない、ね、頭が割れたらそれね。ハンマーで気絶させてね、分かんないもんな。しかもこのこれは前うざいやつがいて殴ったやつだから、今回とは今回とは関係なし。殴ってはある。他のやつ今回とは関係なしです。それ押し切られる。そもそもこれ押し切られるぞ。わしには動機はないし、
まあ、動機は、うん、動機はないですよ。あ、そういう、お前はどうなんだ、ガッチマン。ローバ、ローバ、ローバ。ローバ。はい、じゃあ、ヒント。なんか、ガッチマンローバ、お前なんか、怪しいぞ。バッチマン。と、これはなんだ、はい、何これ、青い日記。青い日記。お前の部屋から日記が見つかって、被害者への恨みつらみが、こと細かく書いてあるじゃないか。確定だな。動機ありだ。動機があるもんね、これ。さっき疑われた時、俺は動機はなかったよな。うん。確かに。ガッチマンは動機がある。これは証拠だぜ。若さが羨ましかったんじゃないのか、ローバー。ああ、そういうことか。じゃあ、弁明ターン入ります。ゲームシステム的な。じゃあ、ドライ。システムローバー。わしはの、ミステリーが大好きでの、日頃から、身近な人間を題材にして、ミステリー小説を書いておったんじゃ。自分で事件起こしてみたかったんだろ。そうだな。ことはない。日記だもんこれ。日記、わざわざ日記に書くの、証拠を残すわけがあるまいって。残して残して残しちゃってんの。残しちゃってんのよ。だから実際にはやらないってこと。分かったかの、分かったかの。そういうな、甘えちゃんの。確かに。料理長、お前はどうなんだ。ねね、じゃあめくらしてもらうぞ。使う時違うよ。いきます。はい、バクロバドン。謎のコード。あなたは夜中に部屋でお香を焚きながら意味不明な呪文を唱えていた。怖い。いやー、料理長、さっき感じるぞ、料理長。なんでお前が怖がってんだよ。おい、本物じゃねえか。何っち書いてあるそれ。何書いてあるぞ。確かに、なんか自分読めないわ。なんかやばいこと書いてある。なんかやべえやつだし、あれじゃないのかよ。怪しい、なんか薬でも飲ませてたんじゃないのかの。あるいは、黒魔術とかしたんじゃないのかよ。ああ、そうか。翌日に見つかったってことは、前日の夜の行動が結局怪しいやつが犯人ってわけだからな。いや、これ決まりだよ。殺気を感じますね。終わりかな。一通り待ってくれてた。もうお前が犯人だけど。あまりにも弱いね。決まったみたいな。え、犯人だという理由としては弱すぎないかい？いくらなんでも。怪しいだけではあるけど。弱いとは思ってました。だいぶ弱いです。だいぶ弱い。もう弱いです。だいぶ弱いけど、お前が犯人なんだ。なんか怖えもん。これはどう見ても犯人じゃない。怖えから捕まえておきてよ、こいつ。特に理由もなく、これはね、日頃からやってるだけなんだよ。これを唱えることで明日の料理がうまくいくんだ。別件逮捕でいい。危ないからね。余罪は社長もやってるけどね。社長やってるハンマーで。ハンマーやってるし、恨みも書いてるし。死んでないから。まあこれは私は犯人ではもう明らかにないね、ロバ。まあ甘えてる。まあそうかな、甘えてるね。悪い気してないな、あいつ。ローバもないの。お前うるさいの。なんだと。そう、嫁はどうなんだ。ああ、私は主人だぞ。あ？は？また日記。日記多いな。日記見つかった。部屋から日記が見つかった。2年前の日記だ。知人を殺したという独白が綴られた。うわ！またやったんだ。ああ。またやったんだ。俺が仕込んだ日記2冊が。俺の両サイドの日記が。いや、もうすでに人殺しとるやん。もう館の主人、一人殺すも二人殺すも同じチームですよね。一回もうやっちゃった。殺してない。ハンマーで殴って喧嘩しただけだから死んではいないから。怖っ。いや、やばいやばい。金で解決してんのね。ああ、そういうことだ。ああ、笑い止まりませんわ。もう、そもそも逮捕だしな。そうだね。そもそも逮捕。まあ、待て待て。え？これは弱いだろ、今の事件と繋げるのは。しかもまあ、これ、わしは実は小説を書くのが趣味で。あれ？そんなこと書いてないですよ、あなた。小説を書くのが趣味で。だってもう、儲け話にはもう食いつくから、わし。自分で書いてんだ。自分で。そう、ちょっと才能あるかもって思って最近書き溜めてたのがあんの。2年前の日記に。そう。知人を殺した独白がミステリー小説と関係あるかな。そう、リアルだっただろ。リアルだった。リアルだったけど。そのリアリティを小説に起こしたかったわけよ。独白が綴られている。仮にそうだとしても昔の話だから。
今の話とつなげんのはちょっと違うよ。まあ、昔っつってもやってっかな、昔っつっても2年前って書いてありますけど、超最近ですけど。昔は昔。まあ創作だしね。結局ね。どっちなんだ。受けちゃダメよ。どうなんどちらだそれ。あそうなの。2年前の話だしって言いながら。フェイクション。あそうかそうか。フェイクション。ああ何受けちゃダメ。フェイクションおじさん。2年前の話って言いながら。これは次に被害者の設定がもう一個追加される。新たな情報が見つかりましたよ。なんだ、被害者に関する情報か。被害者に関する情報が、そうね、確かに。じゃあ2個オープンしましょう。この芸術家について俺ら何も知らなかったから。本当はあったんだけど、こいつ誰だよ。知らねえよこいつ誰だ。そういえば、うん、こいつはな、全身打撲で死んでる。あれもうやってんだ。ハンマー、はい、確定確定確定。これ隠してたんだ、さっきまで。全身に強い衝撃が走ったようだ。ずりー、内臓や全身の骨がぐちゃぐちゃになってる。こんな激しい衝撃をどこで受けたのだ。ハンマーじゃん。伝説の傭兵だしね。お、確かに確かに。だだだだ、はい、確定だな。もう一個見る必要ねえんじゃない。でもね、俺には動機がねえから。いや、お前らは殺すよ、お前らは。お前ら嫌いだから殺すけど、芸術家は好きだから殺さないから。いや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 、青い日記、日記ブラザーズ、お前たちだろ動機あんのはよ。謎の行動してるやつもいるしよ。弱いな、俺だけ弱いんだ。俺だけちょっと弱いんだ。じゃあ設定もう一個ね。刺し傷ありましたよ。え、打撲の上に刺し傷。被害者の服部は。ハンマーの先尖ってんな。大きな刺し傷がある。普通のハンマーじゃねえ、あれ。確かに。いや、でも待ってくれ。料理長。え？刃物といえば料理長だろ、これ。残念。刃物を使わない料理長です。私。世界初の。首よ、首。刃物を使わない料理長なんです。首。失礼、失礼。あれ？自己紹介が遅れました。ローマ。使わない。ローマ、あなた、杖持ってる。杖。杖の先尖ってるじゃないか。いや、尖ってない杖だから。仕込み刀なんじゃないのか。先っぽが短いやつだからね。怪しいな。じゃあ、よし。まあ、わしはそういうのをやってない。主人だったらいくらでも凶器を隠したりとか、ね、持ち歩けるわけだから。またまた、ご冗談を。ご冗談をって言われてもな。お前だろ、犯人は。この館ないんだよ、刃物もハンマーも。ない。ハンマーなんて、ね、あれハンマーあったっけ。あるわけない。何このハンマー。俺の、いや、私物だろ。部屋からハンマーが見つかったからっつってわしのハンマーとは限らんじゃろ。急になんか方向変えてきた。何を言っとるんじゃ。さっき使ったって言ってたのに。牛牛なんじゃないの。なんだと。あ、やばい、これ来ると。そういうお前はどうなんだ。そういうお前はどうなんだ。え、いや、ちょっと順番変えてみるか。あ、確かにね。あ、どうよ。さっきから甘えん坊よ。確かに。こいつ一番。ああ、こいつも決定的証拠出てくんじゃねえか。ここで出してみろよ。お前もなんか逆に怪しいんだよ、お前だけ。おい、いいよ、おいよ、言ってるな。逆に何があんだ。ああ、もうこいつだった。お前さん、この人です。はいはいはい。はい、なるほど。部屋から拳銃が見つかった。はい、お好きにどうぞ。しかも弾が一発減ってる。はい、どうぞ、お好きに。イエーイ。あんた、持ってたんか。これは決まりだね。決まりだね。殺気を感じるね。ああ、こいつ縛っとこうぜ。ああ、縛りましょう。こいつが犯人。縛ってやるよ。確定ですよ。今日もか。縛られんのも趣味なのか。じゃあ私言わせてもらっていいかな。はい。はい。被害者の腹部には大きな刺し傷がある。うん。何か関係あるのかな、拳銃と。そして私は拳銃を使う料理長だ。使わないのに拳銃で料理するんだ。刃物使わず拳銃で料理する料理長。拳銃料理人なんだ。ワイルド。そういうことね。ある世界初、世界初の拳銃料理人。拳銃料理人でございます。いや、でも拳銃のこう背中でボン殴るってよく見ますよね。あ、そうね。全身打撲、世界初の拳銃を撃たずに殴る料理長なんじゃないのか。そうかもしれない。大きな刺し傷はどう説明するんだね。大量に出血し、あたりは血まみれ。それは料理長ですから。料理長ですからね。料理には使わないだけで、殺しに使うから。料理長は持てないんだよ。俺はハンマーだから刺し傷はないけどな。
全身打撲。全身打撲がな。そう、まあ、いや刺し傷ないから。そんなことない。なんかあるでしょどうせ。いや、お前が怪しいんだよ、料理長。俺が怪しい。刃物と打撲、二ついけるわけだからよ。準備が始まった。始まったな。そんないっぱい言って、さすがに揃ってないから無理して言ってんね。館の。お、聞く。社長俺ええわーわー言ってるけど、そういうお前はどうなんだ。え医師の診断書、医師の診断書が見つかった、うん、診断書は被害者のものらしく、うん、大病を患っているようだ、うん、横には早く楽にしてあげなければとメモが書かれている。そんなもの持ってんの。これを見つけてしまって楽にしようとした。うわ、なるほど、芸術家を。繋がってきた。繋がった。芸術家病気だったんだな。真っ黒だもん。楽にしてやろうとしてハンマーで。そう、そうだ。ハンマーで楽にしてやろうってめっちゃ言ってたらしい。めっちゃ打ちにして。確かにそれが全身打撲で。で、この尖ってる部分で。刺して。刺して。これ刺さ、これ刺さらないでしょ。怖い。そういうもんね。刺さる。いや、傭兵ですよ。確かに。そうね。傭兵だもん。殺し方があるんだよね。分かってんだよね。バラし方分かってる。そうだね。楽になる殺し方が全身打撲負わせる怪我だったんだ。いやー、そう言いますけども、うん、この医師の診断書確かに技術家は俺は相談されてたんだ、うん、大病があるって、うん、しかし、うん、その後時代が進み、時代が進み、時代が進み、時代が進んだのか。そう、富士の病は富士じゃなくなったんだ。この時はダメだったんだけど、うん、今の現代の医療技術では治ることが分かった、うんうん、じゃあ行けよ病院。そういう意味で、何やってんだこんなとこで。だから治るってなった。だから俺はそれを教えてあげなきゃ。俺のコネクションで見つけたの。社長のコネクション、社長コネで、社長コネで、あのイギリスで治せるってことが分かったの。イギリスのウェールズで。そうそう、わしの傭兵先のな。で、それを早く知らせなければと、ここに来たんじゃ。で、早く楽にしなければと書いとった。治るから。早く楽にしなければって書いといてあげたの。病気を治せるという意味でな。で、その後ぶん殴ったんでしょ。殴って。ただ確かに全身打撲は与えられるかもしれませんが、刺し傷は、これはちょっとここで刺し傷は無理ですよ。まあ、刺し傷の狂気ではない。ないかな。違いますよ。まあでも傭兵ですよ、伝説の。そうね。手刀でね。確かに。ズバッと。いけそうな気がするけどね。手刀伝説だからね。手刀で刺してる。刺し傷確かにね。そういうこと。抜き手で。確かに。抜き手で刺してる。でもね、俺伝説の傭兵だからさ。うん。わかんのよ、殺気とか誰が殺したとか分かっちゃうの。出ちゃってる。人を殺したやつと殺してなかったやつでの違いが分かっちゃうの。本当に見えんのか、そんなの。館の主人、怪しいな。お前そもそも一人殺してたよな。あー、2年前の。あれは創作だって言ってんだろ。殺気がすごいぞ。あ、出てるって。フィクション。わしから何の殺気が出てんだ。そういうお前どうなんだ。なんだ。絶対におかしいな。これよ、俺が見つけたのは。なんだ。おいおい、それが何だってんだ。お前の部屋に冷蔵庫があってよ。冷蔵庫だって。え、冷蔵庫は、しかも、無理、なんと業務用でとてもでかい。確定。無理無理無理。人を入れたり氷でいろいろ作ったりできそうだ。終了終了。はい、凶器見つかりました。はい、凶器。まずナイフ、打撲確定です。打撲確定。ナイスブロックで殴って、しかも証拠隠滅もできるわけじゃん、氷だから。確かに氷の凶器を作ってね。そうだよね。なるほど。でも氷をさ、氷でブシュって刺せるわけでしょ。ああ、氷作れる。凶器問題はもうこれ館の主人、しかも一人殺している。それはもう間違いないでしょ。金のためにやったんだろ。いやいや、見てくれよ。冷蔵庫振り回して、ウイスキーしか入ってねえじゃん。いや、わかんないよ、それ。どこを見る？よく見てくれ。割れたウイスキーが入ってるの。見えてんの？こんなのは何の証拠にもならないのよ。あいつら来るか。でも割れてんの尖ってる。冷蔵庫なんて厨房にもあるんだろうが。え？あれ、まさか。あ、探してたんだ、この冷蔵庫。取られたの？やったな。確かに業務用の冷蔵庫なんて普通キッチンにあるものなの。業務用動かすの難しくねえか。なんで持ってんだ。料理長、なかったの？なかった。無理筋通すな。代わりに拳銃が怒りてたんだよ。
主人のせいだったのか。主人なら動かせるよな。確かに。もっと先に言え。なるほどな。いや、こんなものは何の証拠にもならんよ。そうかね。冷蔵庫なんて別にどこの部屋にもあるし、厨房にもあるから。業務用ですからね。業務用だからな。運んだんだろ、裸にして。冷蔵庫。なんだと。全く全く。このエロ館の主人。あんたがやったって言え。そう。来た。こんなのは何の証拠にもならねえけど、そういうお前はどうなんだ。どうだ。どうだ。これはなんだ。こんなものが見つかったぞ。え、なんだい。部屋からロープが見つかった。え、これがついており何かに使用したよ。え、ロープ使っちゃったんだ。ロープやっちゃったね。これはもうローバーロープってこと。あー、何でも使うもん。うわ、これで芝居で打撲与えられた。確かに。ベチンベチンやって、ベチンベチンやって、こうなんかシュッてやったら切り傷も刺し傷もいけるか。同じ箇所にシュッてやりすぎる。あー、そういうことかい。刺し傷になるし、ローバーロープこれで叩いて、これで刺したんだ。そうだ、完全に刺し傷じゃん。そもそも確実なる動機もありますからね。ね、動機強いよ。もうええか。もうええか。あれ、大丈夫か。余裕がある。さっき感じますよ。まあ、ロープなんか普通にわしがな、普通に普段から使ってるものじゃん。何に使ってるの。そんなの私の口から言えるわけないだろう。あれ、この二人。ね、そう、ね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 、じゃない。そういうことだよ。まあ、いろんなプレイがあるのがありますからね。気持ち悪い。ね、ね、ロバ。ローバって呼ばないんだ。気持ち悪い。ローバのこと。これはでも何にもないでしょ。まあ、確かに。いや、でも、弱いかもしれない。ロープはそうかな。これはそんなに今のとこ強くないかもしれない。一番近い。確かに。ありがとうございます。まあまあ、さあ、どうこうなったら、全員行った？全員行きました。そうね。これはもう、もう一周行くのかい？それとももう、これはもうとりあえず終わりです。これはもう決めるんですよ。決まりだ。館の主人の3、2、1の合図で、全てのプレイヤーが拘束すべきプレイヤーを指さす。わかりました。なるほど。じゃあ指させばいいですね、こうやってね。決まりましたか？って映ってるのかな？はい、もうこれはもう分かってるじゃん。そうね。よし。さっきがあるわけだし、はい、分かってます。さっきはお前しか感じてないけど、うん、さっき俺伝説のエッジのさっきは確定なけよ。よし、どうぞ。じゃあ行くぞ。3、2、1、はい、はい、はい。あ、なんか指の動きが変わったりするんだ。グググググ。自分向けらんないの。はい、軍事、あの、裕次郎がやってたやつ。はい、じゃあ、3位ですね。拘束させてもらいますよ。お前だってやってるわけだもんね。社長、あんただ、犯人は。やっぱお前だったんだな。やっぱりな。すごいよ。連れてってくれ、ポリコ。ポリコ。ポリコに言ってね。拘束されたプレイはエンディングを読み上げると。はい。じゃあエンディングをどうぞ。まあ俺が犯人じゃないけど、お前らのクソカスな推理によって俺は捕まったわけだ。だって最初動機っつってたけど、動機も出ちゃったからね。出ちゃったね。ねえ。ん？いいよ。一応理由としては。はい。エンディング6、夢。そんなに夢？あなたは拘束された瞬間、目の前が真っ暗になった。目覚めると、屋敷の仮眠室のベッドの上だ。どうやら夢を見ていたらしい。なんとリアルな夢だろう。時計の針は19時を指していた。これから館でパーティーが始まる。あなたはカバンに隠していた凶器を手に取り部屋を出た。ハンマー、ハンマー、ハンマー、これから言うのとか。ただし殺すのはお前たちだ。シュッ、伝説の傭兵だ。ドン、ドン、ドン、ハンマー来る。あ、刺した。じゃあ首刀いらねえ。当てたんだ。すぐに当たってた。はい。なるほどね。というのをもう一回やるらしいです。まあ一点ずつですね。そういうお前はどうなんだ。じゃあ自己紹介からいきましょう。私は今回記者。ほう、記者。ああ、なるほど。怪しい。ライター、いやいや、怪しくないよ。記者はもう怪しい。記者はむしろ暴く方でしょ。で、キャラクター設定は豪快。知らんけど。口癖が？知らんけど。知らんけど。ムカつく。知らんけどってやつ多いよね。知らんけど。知らんけど。デリカシーがなく大雑把。うん。嫌だな。適当に物事を決める。金遣いが荒いようだ。しょうもないやつだな。しょうもないな。
まあ、知らんけど。うわいいの。どうせお前らが犯人なんじゃないのか知らんけど。ガツくな。いいな、それ。知らんけどな。じゃあ、ガチさん。はい、あのですね、キャラクターカード。はい、私はこちらですね。あ、横田主人だ。あ、主人ですね。もう犯人じゃん。いや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 。確かに。主人は犯人だよ。設定は記憶喪失です。主人が？え？記憶喪失。あまり覚えてないんですけど。って。うわずる。うわずる。朝起きたら記憶喪失になっていたと本人は言ってるが定かではない。うん、自分の名前と役職年齢は持ち物から推測できているようだ。そうですね。こんなんもう、ね、どもうね、アリバイゼロだ。アリバイゼロ。ないです。はい。キヨさん。はい。私はこちらです。あ、もうちょっと。はい。館の執事。あ、執事か。使えるな、お前、ずっと。はい。ね。ね。前、前、前。ね。筋肉バカ。筋肉羊。筋肉羊じゃねえかよ。筋肉バカ羊で、まず。筋肉バカ執事が。うまそう。あいつだろう。では、私は、こういうものです。はい。有名な霊能力者。うわぁ、えぇ32歳若いですよ。呪い殺したのか。やったな。女性か。これは呪やってやってんな。やってますね、これ。そして私は占い。おお。なんか合ってるね。すごいな。こいつはやべえぞ。占い好きの霊能力者でそういう運命なんです。という。なるほどね。はい。今回の被害者は誰だ？探偵。あれ？探偵殺人事件。そして探偵の面白なんか、なんか面白いね。面白い設定なんですけども、手紙。手紙。被害この探偵は被害者の近くに落ちていた手紙。手紙があったんだね。探偵の近くに。生き別れの家族がいたようだ。手紙にはまだ見ぬ家族、こうなってしまったことを許してくださいと綴られている。いやもうこれは分かってたってこと？これされる。いや自殺か。これそうだよ。自殺じゃない。自殺か。自殺好きだ。誰かがこの手紙を作らない限り。自殺だ。書くのが上手いやつだったら作れるけどね。なるほどね。確かに。あれ？なんか文章書き慣れてそうなやついるな。事件カードも知らんけど。さあじゃあ今回の事件を言いたいと思います。はい。爆弾魔殺人事件。パーティーの翌日、被害者の部屋で爆発が起こった。被害者はもちろん死亡した。普段部屋には爆発物を置いていないはずだ。犯人は何が目的で被害者の部屋を爆発させたのだろう。なるほど、爆弾が関係してくるわけですね。なるほどね。探偵はしかも知っていたと。自分が殺されるのそういう知っていた。あ、まあ手紙だからな。うん、じゃあこれはわしからの話だな。この事件なんだ。いや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 、主人がやったんじゃないの。主人が結局怪しいんじゃない。知らんけど。いやいや、主人が呼んだ客でしょ。記憶がね。俺たちはこの探偵とは初めて会ったから。初めて。全く知らない。知らんけど。お前ら全部怪しいんや。記者とかうさんくさいし、有能の有名の記者お前もっとうさんくさいし。しずいですぞ。お前バカだし。うわうまそう。バカだった。あれ、本当だ。あ、足はな、記者ってのが一番うさんくさいやん。お、お前はどうなんだよ。あ、お前どうなんだよ。やったんじゃ。どれですか、どれですか。じゃあ、行かせていただきや。強引にドリブルしてんだよ。お前どうなんだよ。そういうもなく。あ、でも私はあんまり記憶ないんで。記者どうなんだ。記憶なんだ。はい。お、行き過ぎた。はい。怖。あなたは被害者のことを深く愛している。おい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 。旗から見、旗から見れば。旗から見れば、一種の信仰の域に達していた。おお、さっき会ったことねえって言ったじゃねえか。確かに嘘ついたんだ。あんた嘘ついたね。探偵がそんな、これは嘘の味だぞ。ああ、そんなこと言ったか。言ったね。この手紙はお前に対して送った手紙じゃないのかって言ってる。嘘食いがいるのよ、こっちには。ニコのキャラクターセリフ言ってるな、あいつ。書き終えの後に。あんた嘘つきます。霊的にも明らかですね、そういう意味です。あ、なるほど。あんたは嘘つきます。そう、筋肉嘘つかないです。筋肉嘘つかない。いや、そんなこと言いますけど、確かに、はい、確かに探偵と俺っちは、俺っちだったんだ。俺っちは知り合いだった。知り合いところ。俺は記者であり、
探偵っちの助手だったんだ。え、あいつは俺の家族を殺した犯人を捕まえてくれた、うん、それ以来俺はあいつのことを信頼し、うん、ずっと掘り下げすぎじゃない、うん、下げてた設定結構盛ったな。ずっともう持ったぞ、助けをしようと思って、だからいろんな記者になっていろんな情報を集めようと思った。掘り下げすぎじゃない、掘り下げたな。しかし探偵はずっと俺はもう次で殺されてしまうかもって言っていたんだ。手紙書いてあったもんな。知ってたんだ。知らんけど。やべえやつじゃん。ただのやべえやつだって。そこで知らんけど言うのはチラッと口癖見えちゃったよ。これちょっと動機につながる。これはね、嘘ついてる。ありそうだな。おい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 、俺っちが犯人だって言うのかよ。そういうお前はどうなんだ、マッスル。え、マッスル、お前が犯人なんじゃねえのかよ。チャンネル見つかんじゃねえのか。聞く、爆弾バダンベルな。爆弾ダンベルよ。これだよ。あ、被害者との仲。おあなたと被害者は犬猿の仲だ。ほうほう、あれ知り合いじゃないって言ってませんでした。昨日もお互いものすごい剣幕で言い合いをしていた。 お前を殺してやると発揮せたと、あなたは部屋に戻っていた。おめえじゃねえか。確かにこれはもう探偵っち殺したのおめえじゃねえか。この爆弾っていうのもいわゆるアックスボンバーなんじゃねえのか。それ爆弾っていう。そうね、爆弾っていうかね、爆弾級の筋肉で殺したんだ。そういうことだ。この爆弾マンボマッスル。あー、もう確定だね、これ。決まったね。決まったね。知り合いじゃないって嘘もついてたしね。いやいやいや、違いますする、違いますする。中は違いますする。ん？なんだね。犬猿の中っていうおだいつが嫌いだから、知り合いだとも思いたくないんでございますする。ああ、だから殺したんだろ？殺してないでございますする。動機十分じゃねえか。爆弾魔。この爆弾魔、筋肉爆弾魔。筋肉は、筋肉バカ。筋肉をバカにしたのか。設定通りだけど。バカ筋肉。バカ筋肉。バカ筋肉でございますか。それはいいんだ。それはいいんだ。ただどこに爆弾の要素があるんだと。うん、それは誰もないけどな。まだ分かんないけどね。でも一番怪しいのはもうお前マッスル。そう。あれ。俺が怪しいっていいんですか。怪しいの？怪しい。さすがにこれもう、犬猿の中だからな。ただ言ってる、言い合いをしてるだけで、うん、喧嘩しただけで殺す理由にはならないと思いまするけどね。全然。そしてそっから、私バカなのにどうやって爆弾を使うんでございまするか。何も使い方がわからないでございまする。確かにこいつはバカだからな。バカだな。知らんけど。知らんけど。バカだっけ？バカだっけ？バカでございまする。何もわからないでございます。筋肉バカなだけだもんな。あんまり覚えてないんだよ。さっきから、ずっと霊能力者の女、俺に文句言いやがって。私が何だって言うんですの。お前俺ばっか責めてるけどよ。そういうお前はどうなんだ。日記出たー。出たこれが見つかっちゃうとはね。部屋から日記が見つかった。日記の持ち主は人肉を食べたいという衝動に駆られていた。うわー、見つかっちゃうとはね。やばいやばいやばい。決定決定。なんでそれが何か。人食いたいけど。怖い怖い。怖い。いやでも外車はさ。会社はさ、もう爆弾で爆弾選ぶわけないじゃん。その人殺した、食うために殺すんだったらさ、いや残っためちゃくちゃになっちゃうじゃん。残った肉片を食ったんちゃうんか。知らんけど、生肉じゃないとダメなの。食べやすいサイズに。私生肉じゃないとダメなの。食べやすいサイズ。ダメよ爆弾なんて。そんなことは私がするわけないでしょ。チラッなんかチラッと俺見られたら、そういう運命なのです。まあまあ難しいところだな。そういう運命。使い方下手。まあちょっと確かに、まあでもちょっと弱い。弱いか。まあやべえやつであることは間違いないな。間違いない。次のはまあ証拠が出てきたらお前が犯人ってことだから分かりますね。爆弾とは一致してませんよ。なるほど。ああ、私食べたいだけだから。人間をね。そう。怖い。生じゃないとダメなし。それは知らんけど。生きたまま食いたいという願望があるから。
それは知らんけど正しい使い方じゃあそういうお前はどうなんだよ。んガッチマン詩人詩人でいいんだよ別に。確かに、はい、どれがいいですか。ガッチマン詩人。おーおーこれはなんだよ。出たか。あっ、うわ地図、うわ地図だってよ。え地図、部屋から館周辺の地図が見つかった。お被害者の死体があった場所には×印が。あらららら、おかしい、おかしいよなこれ。出ちゃった、これしまったんですね。出ちゃった。記憶喪失の嘘なんだろ、知らんけど。ご主人様、記憶喪失なのにこんなの、なんで残ってんだ。おかしいねこれ。しっかりご主人様、なんで残ってたんだろうな。記憶にないっすね。どういう意味だよ、被害者の死体のところの罰は。あれじゃないですか、記憶にない、なんとも言えないですけど、かつてはわし私の部屋だったんじゃないですかね、ここは。設定ずる、ね、まあ館の主人だしな。そうそう、客人にたまたまちょっと私の部屋を与えちゃったのかな。これは館周辺の地図だからな。館の地図じゃない。地図ではない。間違えてるぞ、ガチマン主人。いや記憶にないですよね。政治家。記憶にないんですよね。まあ館周辺だから。館でもあるのか。館も含まれてはいるけど。まあでも、うん、俺は記憶にないからやってるって可能性はむしろあるんじゃないか。いや、やってはいないの。やってはいないの、実際。やってはいない。やってはいない。記憶にないんだろ。でも、この地図は知らないわけ。昨日のことは覚えてるんです、さすがに。そうなの。でも、この地図は知らないですね。前があったわ。朝起きたら記憶喪失になってたって書いてあるから、昨日死んでるから、間違ってるぞ、ガチマン主人。まあ、死体があった場所って、つまり探偵の部屋だもんね、この場合は。そういうことだ。そこに罰印がついてた。やったんだろ。わーわーわー、記憶にないですね。設定ずる、設定ずる。まあ、誰か犯人が私の部屋にこれを置いてたんじゃないですかね。あれ、これは一つの物証ですよね。そう、いや、悩ましたね。今まで物証は出てないけど、でもまあ全員、まあ全員同じぐらいの、同じぐらい、ね、そんなに強いわけでは。そう、次のね、問題次で、明らかな証拠は別に誰も見つかってない。あれはやっぱ地図が一番ね。いやいやいや、うん、ご主人様、地図なんていくらでもありですよ。やったんですか。やってないですね。記憶にないですね。知らないですね。次の単位参りましょうか。確かに食えるんでしょ。じゃあこれ次で買ってといちゃう。一通りバックさ、これで、まあ、これで誰が嘘ついてたか分かりますよね。分かりますね。はい、はい、カルト教団。うわ、あれ、被害者は謎のカルト教団に属していたようだ。あの部屋、あの部屋っぽいぞ。いやいやいや、あなた、え、霊能力、霊能力、あれねねねねね、あれね、もしかして霊能力とカルトを一緒にしてらっしゃる。あー、たまにいるな、そういう人。いや、ちょっと待ってください、私のは違うから。あなた占いもしてますよね。確かに占い狂いですよ、ね、してますよね。人も食べてますよね。ちょっと水打ったりしてるけど、占い狂ってて霊能力者、あなた教祖なのでは。そうね、カルト教団の。ああ、ダンスなんか一緒にしてらっしゃる方ね、私の霊能力の力ってカルト。それちょっと違うっていつもご説明させていただくんですけども。これやってるな。やってます、ね、これは。よく聞かれるんですよ、私のはそういうのと違うので。怪しい、怪しい、ね、急に喋りが。そんなこと言ってあるんやろ、そこに証拠が。あ、お前はどうなんだ。あ、主人が言ってきた。これで主人確定しましょう。確定、確定、確定。謎の小箱、部屋から謎の文様の書かれた金属の小箱が見つかった。鍵がかかっており開かない。まがまがしいデザインで箱の角には赤黒いシミがある。ほら、人、まあ、入ってる、まあ、私の仕事道具取り上げて、なんかこれでぶん殴った後、うん、爆弾を爆破させたんじゃない。これは必要あるの。ご主人様、そうですね、これが爆弾でございます。爆弾が入ってる箱。爆弾は爆発しただ。爆弾が入ってた箱ですよ、これ。中に入ってた箱。知らんけど。入ってた箱でございます。ああ、爆弾箱に入れても意味ないだ。爆弾危ないから箱に入ってるよね。箱に入ってございます、ね。箱ないと思う。俺ら箱持ってないからさ。持ってないでございます。箱ごと爆発するでしょう。知らんけど。知らんけど。よくもご主人様を殺しましたね。殺しますね。いや、まあこちらはなんてことない私の仕事道具ですね。まあ事件とは関係ないかと思われますが、まあでももう何かカルト教団のね、私の仕事をカルトと一緒にしてらっしゃる。それなんですけども、
まあお友達を紹介していただくあれやっぱりしかもまた別の商売やっぱカルト教団の怪しいその噂を探偵が探ってたんだよ、中に潜入してたんだ。こちらの水に霊的なパワーが入っていますのでちょっとそれ興味あります、まあ、こちらの紹介は5,000円安いますよね、まあ、お友達を紹介してくれたらもっと安くなりますね。あもう間違いないです、これでカルトじゃないって分かっていただくもう間違いないですね、これはカルトじゃない謎の小箱、まあ、実際のところ証拠としてこれ箱と日記なんてそんなその小箱で殴って爆発させて人食ったんだろう、弱いんじゃないですこと小箱が爆弾、まあまあ、まあ、難しいな、カルトじゃあお前はどうなんだよご主人様、誰にしよっかな怖い順番が怖いなあ。筋肉はい僕でございます。それかいや違うな、え記者おえおいやいやいや、僕はご主人様が好きなだけで、もう動機もゼロですから。そういうお前はどうなんだ。えこれはなんだ。ええかあなたが被害者の死体を見たとき笑っていたのを他人に見られて、行き過ぎてるよ、あんなに探偵が好きだったのに、ね、歪んだ愛だ行き過ぎた、これ歪んだ愛、これは歪んだ愛は人を殺す、そういうことだ。ああ、愛が反転してしまった。そういうことだ。そういうパターンのやつで間違いなさそうですね。いや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 、何言ってるんですか。俺はこの探偵さんを、うん、体温があり、もう愛していた。うん、愛しすぎていたもんね。愛しすぎていた。ね、ペタペタ張ってる。もう完璧な人間なんだ、探偵さんは。ああ怖い。怖い。カルト教団か、ね。そして探偵さんは、確かにカルトだな。うん。自分が死ぬことを推理で分かっていた、うん、俺は死ぬぞ死ぬぞっていう推理をしていて、回避しろよもう自分の死を推理で当てていた、そばか探偵じゃん、ああ探偵さんはちゃんと死の間際まで守れ優秀だから当てることができていたんですねっつってニコって笑っちゃったんだよ、ちゃんと当ててたんだってそれが分かったんですよ。あの探偵が優秀すぎた上、自分の死も推理していたっていうことなんですよ。本当に死んだんですねって知らん、知らんけど。それで笑うな。探偵死んでたよな。思わずね、優秀すぎた上に。確かに。でも何の情報にもなってないですから。死因が書いてないから。そうか。歪んだ愛で殺した可能性も全然ある。歪んだ愛で殺したってなんだよ。これは他の二人のどっちかじゃないの、もしかして。いやいや、そういうお前はどうなんだ。3回目わしのターン。そういうお前はどうなんだ、館の主人、全てを記憶喪失でごまかしてるけど、確かに記憶がないってことは一番嘘くさいことでもあんだよ、何でもできる、お前自身分かってないんだよ、だから俺が暴いてやる、確定か、探偵様の助手である俺がな、うん、写真が見つかりましたぞ、お写真、部屋から写真が見つかった、はい、全員全て隠し撮りで被害者が写ってる、どういうこと、どういうことなんだ、隠し撮りで写ってるって、お前も行き過ぎた愛からご主人様、地図でバツ印が書かれており写真が見つかった、確かにこう入念に犯行の計画を練ってるそういうことだ、確かに実はあれわしは記者が好きだった、じゃ探偵が好きだったんじゃ告白されかけた、めっちゃ大事なところで間違えたずっとついておった探偵を。だから、ローバー残ってない。ついておったミステリーオタク。ミステリーババアちょっと残ってる。いや、彼と関係ないし、ね、地図もないんで、ただ見てただけですよ。好きで、うん、好きだ。探偵を見張っていた。いやー。こそこそ嗅ぎ回る探偵をね、わしの家。それで殺しちゃったんじゃないか。そういうことですよね。ご主人様は動き怪しいでございましたけどね。わしが自分の家で爆弾なんか使ったら、そんなのもう一発で犯人って分かっちゃうじゃないですか。わしが使うわけないでしょ、自分の家では使ってない、うん、爆弾なんか使いません、ご主人の怪しい、爆弾持ち込めんのも主人だけどな、ご主人の記憶喪失のふりして、爆弾なんて隠しておけるでしょう、主人なんだから、ご主人様悲しいですぞ私は そんなどうなんだお前急に来たな、急になんのお前、そういうお前はどうなんだいどうとでも言うでございまする。多分これ出ますよ。こいつ、まあ、爆弾持ってます。これ出ちゃうね。爆弾って出たらもう確定だからね。やってないでございます。爆弾持ってます。あ、なんで？全員弱いぞ。
あなたの背中には魔法人のようなネズミが捕らえてるらしい。あなたはそれをなぜか隠そうと。やめてございます。ああ、ナルトでございます。ナルトやろ。違います。違います。この魔法人俺見たことある。見るな。これイオだ。見るな。イオの呪文だ。誰も見るな。この魔法人で爆発を起こしたんだ。今見たやつ。知らんけど。今見たやつ誰だ。怖怖。今言っちゃうよ。パワーボムでやったのよ。パワーボム全部技にかけるな。教団のことで揉めてたんだろう。そう、同じ教団のマークなんでしょこれ。教団はお前もだろ。お前もだ。私のもしかしてカルトだと。あ、すいません、もう大丈夫です。入れられました。そもそも仲悪いしなあいつ。じゃあ、そうそう、仲悪かったんだから全部吐きます。うん、なんだ。え、この入れ墨はカルト教団の長である有名な霊能力者さんに入れてございます。つながった。あ、私は否定したんですが、こいつやりやがった。この人は入れた後にこう言いました。え、そういう運命なのです。僕は否定しました。こんな人生嫌だと。あ、なるほど。やっと今出会えて言えます。 あいつカルト教団の長でございまするよ。いや、被害者だったってことか。僕も被害者でございまする。なるほど、やっぱそうだ。いやいや、だったら隠す必要ないと思うけどな。隠してたもんな。もう3人1で犯人指さすか。いや、ちょっとなんか証拠ないんだよ。全員まあ弱い、弱い、今回は弱い。弱い。これ何の動機にもなんねえしな。もう東京いいでございまするよ。まあいいでしょう。爆弾でしょう。はい、あ、指さしましょう。お前だってね。うん、はい、3、2、1。はい、お前が、私、まだ私のことカルトだと思ってらっしゃるんですか。いやいや、いや、もうお前が犯人なんだよ。見えます、皆さんが悪霊に取り憑かれてるのが。ああ、そういうことだ。悪霊、お前が犯人だからエンディングカード引くといい。そして読み上げるといい。私の指名がこれだ。そういうお前はどうなんだ。書いてあるな。次回僕みたいに言うな。いけ。エンディング2。あなたは犯人じゃない。やっぱり、やっぱりそうなんだ。違う、自分じゃない。え、あなたは激しく暴れる。遠くからサイレンの音が聞こえてきた。あなたは反響らになりながら逃走を図ろうとする。皆がそれを取り押さえようとし、あなたは辺りは騒然となった。ただ左隣のキャラクターだけが動かず、うっすらと笑みを浮かべていた。記者、記者。あ、え、笑顔ってこれじゃない？ああ、まただ。やっぱりこれ、いつも笑ってんだこの笑顔で。あのバカとも。騙されやがった。にやり。知らんけど。決め台詞出さない。知らんけどは。かっこいい終わり方だったね。確かに。記者だったんだね。行き過ぎた相手を殺したんだね。ちなみに使わなかった俺の暴露カード見て。うん。うわー、爆弾あった。自分で入れちゃったんだ。そう、自分で最初。惜しかったんだ。じゃあこれ出たら。これ出たらもう間違いだもんね。もう間違いなく。いや、どうしたぜ。死んだけど。謎の小箱じゃなくてよかったね。爆弾、確かにね。出なかったのにやられた。なるほど。いや、面白いね。設定負けじゃん、もうこんな。フライパンだ、俺。フライパンと指輪。部屋から不気味な仮面が見つかった。マジか。あると、みんな微妙に回避してたんだ。確かに。酒癖とわらべ歌。こいつは死体があった現場で弱こいつ高骨な表情を浮かべ、オーケストラの指揮棒を振ってトリップしていただく団長みたいなことしてる。確かに。なるほどね。面白いね。これ無限の可能性あるね。あるね。まだまだ組み合わせるピンポイントもあるもんな。終わります。はい。楽しいです。